こんにちは、村岡正則です。今回の DVD では港湾部、こういう運河とかそういう護岸ですねの港湾部において、どういうふうに釣ってったらいいかっていうのを、まあ、考え方とか、それからメソッドについてですね、まあ、図を使ったりちょっと水中映像を使ったりして非常に皆さんに分かりやすくお伝えできないかなっていうちょっと試みを考えました。ということでちょっとこれから数日間実調を通しながらハウツー全開でですね、ぜひお届けしたいと思います。よろしくお願いします。まずデイゲームについての基本的な考え方を説明したいと思います。今ですねちょうど干潮、そんなに引かない日の潮の干潮の下げ止まりなんですね。でこれから上げ潮を迎えます。で今風がこう吹いてるんですよ、沖から。で上げ潮もこっちから来るんですね、この後。でそういった流れがドンと当たりやすい岸壁、まあ、そういった場所っていうのが一つの狙い目になります。それからそれが走るラインですね、横側もいいと思います。であんまりよろしくないのはその流れが自分風を背負う側、まあ、投げてやってもいいし、まあ、出なかったら一回ボトム取ってからボトム取ってからダートさせて上げてくるような感じですね。である程度上がったらまたポールさせてまた上げてくるような。で、まあ、ある程度水中のね動きがイメージできるようになったら魚ってこういうゴムバンパーとかについてるんで、でも完全にこの橋の下入れるときはあのミディアムリトリーブでも大丈夫。食いましたよ。よし。じゃあ並んで。ダメかい。よし、来た。全然今思いっきりたるませてたら73、4、はい、まあ、水面にボラがいてブレイクにその下のブレイクにスズキがいて、でこれが水位が下がってくるとスズキとボラの位置が近くなる。これイワシでもアジでもみんな同じパターンですね。